第5代イルチェスター伯爵のカリカチは、バニティフェア1872年7月22日号、レスリー・ウォードが、第5代イルチェスター、伯爵ヘンリー・エドワード・ホックス・ストラング・ウェイズは、イギリスの貴族、政治家。1874年に、短期間議場へ主体隊長を務め、1885年から1905年まで、同セット投官を務めた。 ジョン・フォックス・ストラング・ウェイズ・カッカと、妻・アメリア、1886年9月9日、没、エドワード・マージョリー・バンクスの娘の息子として、1847年9月13日に、エディンバラで生まれた。イートン・カレッジで教育を受けた後、1866年5月23日に、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに入学した。 1865年1月10日に、おじ、ウィリアム・トマス・ホーナーが死去すると、イルチェスター伯爵位を継承した。1874年1月1日に、議場英死体隊長に任命され、2月21日に、数密顧問官に就任した。同年3月2日、議場英死体隊長を辞任した。1883年時点で、 同セットに15,981エーカーの、サマセットに13,169エーカーの、ビルトシャーに2,133エーカーの、レボン2,566エーカーの領地を所有した。1885年11月5日から1905年に死去するまで、同セット当館を務めた。1905年12月6日に死去、息子。 ジャイルズ・スティーブン・ホーランドが借位を継承した。1872年2月8日、メアリー・イリナ・アンドーソンと結婚に何日常を設けた。ありがとうございます。